結婚する前にね、オールナイトニッポンにね、森下愛子がゲストで来るっていうことが決まった時にね、俺緊張しちゃってすっげー、それで俺もかねてから浅野ディレクターに浅野さんにディレクターだ、浅野ディレクターに、俺さすっげー好きなんだあれあの子がね、ゲスト呼んでくれねえかとか言ったら、呼んであげましょうとかって、呼んでくれたんだよ、でいよいよその当日になって、それで俺なんかもうなんか夕方頃から緊張してて、生放送ですよね、それで何時頃来るの彼女はとかって、12時半頃入るって言ってましたよ、俺も12時頃になったらなんかそわ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 して、結局スタジオにいらんないわけ、でずっとトイレに隠れてたんだよ、ずっと隠れてた隠れない、ほいたら浅野が来て、拓郎さん、見えましたよとか言って、1時ちょっと前、15分ぐらい前だった、本番始まる15分前、拓郎さん見えましたよ、出てくださいって、分かったよとかって出てって、それでその彼女たちがスタジオに入ってるわけ。はい。もうスタジオに入ってるんですね。そこでこう、入ってて。はい。ドド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 ド、なんて言おうかって考えてた。あったらこの思いをどう伝えようかと、っていうか初めましてなのか、どう思うなのか、それだけですか、こんばんはか、どれでもいいじゃないですか、多分こんばんはじゃない、こんばんはでもいいですよ、色気がないだろう、まあ初めましてですよね、初めましてか、初めましてだー笑わなくてもだーいらない、多分いらない、もう堂々としてくださいよ、おどうも、あ、初めまして吉田です、今日はよろしくね、もう一回向けて、今日はよろしくね、その前から、こんばんは、どうも、はじめまして、吉田です、かっこいいね、今日はよろしく、あ、何、握手すんの、楽しくやろうね、あ、そんなこと言うの、坂崎、そのぐらいでいい、坂崎、お前、絶対できねえだろ、きょんきょんとかに、絶対無理、お前、知ってても俺、今、聞きながら、全然できるわけがないと思った、坂崎が。俺、きょんきょん、知り合いで、知り合いで、一緒にジャックポットとかで飲んだりしたこともあるのに、酒も飲んだことあるのにできない。ラジオの前に来たら、どうぞ、どうも、久しぶりです。ダメですね、二人。でもそこで拓郎さんの人間性が分かってくれたわけでしょ、人間性を分かってくれたかどうか知らない、森下さんが、でもそういう思い森下さんの方も吉田さんのことが大好きだったんですか、いやその時にね、それまではね、いろんな周囲の人からね、あの男には気をつけろって言われてたらしい言われてたの、一応はすぐ口説くぞって、はい、で気をつけろ、でもそれを分かってきてるわけですよね、それででも行ってみようって言って、当時の武田香織さんっていう人で一緒に来たんだよ、甲斐さんの奥様、そうそうそう、2人で一緒に来て、それでまあラジオではいろいろこうね、遠回しに、はい、いやもういつも映画見てますって嘘ばっかりついて見てるんですよ、でもちょっとしか見てない、あでも写真集とか、いろいろ写真集も素敵ですね、はあ、それため息ばっかり出てる本番中に、本番中ため息ばかり。ダメじゃないですか。それでずっと最後まで2時間。2時間。見てくださったんですか、はあ、見てもらって。それで、どうもありがとうございました。また機会があったらお会いしましょう。最後は。うん。それっきり、何年か会わない。あ、会わなかったの、そうそう。あら。それからはもう大変よ。大変はそっからはいいですよ。あ、そうですか。僕らも、旅帰りに呼ばれたことがあるんですから、こんな荷物いっぱい持って。拓郎さん頼んますよ俺ら荷物持って六本木ですよね、六本木だなあそこのラーメン美味しかったですけど、 お前ら荷物すげえ持って運んで旅帰りか、あれ旅帰りですよ、ありゃじゃないですよ